皆、まあ、こんにちは参議院議員の地見花子でございます本日もチャンネルアジャーひまわりチャンネルをご覧の皆様ありがとうございます今日は前回に引き続きまして第7回目のチルドレンファーストの子どもの行政あり方勉強会この内容をお伝えしたいと思います第7回目でありますけれどもこの時のテーマは子どものホスピスでありました 実はこれ長野県選出の衆議院議員の武隊先生がこの子どもの勉強会をやるにあたってぜひこれをテーマに加えてほしいいいと持ち込んでできたただいた案件ですで。私たちは正直初め「ん何だろう?」という感じもあったんですがあ話を聞けば聞くほどこれも所管省庁所管のまあ部署がないだなということに突き当たることになります。 この日はあの私たちはの三人の演者の先生をお迎えして行いましたまずお一人目は長野県立子ども病院の坂下先生そして次に生育医療センターでもみじの家のハウスマネージャーをしておられる内田さんまた最後にはまあいよいよこの確か十一月だったと思いますけれども稼働する横浜子どもホスピスプロジェクト代表理事を務めております高川さん この、まあ、長野と、まあ、東京と、まあ、横浜、まあ、この三つの地域で頑張っておられる皆様のお話を聞きました。皆様も子供は、あの、死ぬものではないというふうに思っておられるかもしれませんが。やはり、残念ながら、子供の時にですね。まあ、病気や事故で亡くなるお子さんっていうのもおられるわけであります。また、あの、紅葉の家のハウスマネージャーの内田さんからは。 やはりあの亡くなるっていうことに特化したわけではないんだけれども、まあ、医療的ケア児でかなり重度の場合は大変長くその継続ケアが必要だという観点からやはり生まれてすぐの赤ちゃんがあの死ぬ一番の原因っていうのは実はの先天性の危険であります。 でその後になりますと例えば1歳から4歳になりますと、まあ、まだ先天性の危険、えー、危険不慮の事故新生薬生物がんということなんですが5歳以降はですね基本的には死因の一番子どもたちの割で占めるのはいわゆる悪性新生物といわれるがん、まあ、や白血病などの病気になってまいります。でそれが5歳から14歳まで続くんですね。 でその時にぜひこういったお病気で亡くなる子どもたちに光を当てようというのが、まあ、今回の子どもホスピスの,全体の概念でありますでまたこれは大変悲しいご参考ですけれども15歳から19歳の子どもの死因の原因の一番ナンバーワンこれは39歳まで続きますがは自殺ですこれはあの日本は思春期の自殺がとっても多い。 ということで、ユニセフのつい最近も発表された「2センチレポート」という先進諸国の子どもたちの健康とあの心の健康と体の健康を両方評価したところでもここの,あのところは大変問題視をされておりましてあの日本はあのこ体はですね実は38か国中1位なんですよ。 ところが心は38か国中37位というこういう結果も出ておりますのでこの子どもの自殺についてはまた別途しっかり取り扱っていく必要があるんだなと思いましたさてこの長野県立こども病院ではやはりがんのこともしっかりと見ていただいているということがありますので、まあ、本当に終末期を迎える子どもたちをどうやってサポートしていくのか、まあ、特に長野県のような広い地域でございます。 で今日の資料はあのホームページの「こども庁創設に向けて」というホームページの中にですねそれぞれの,あの発表してくださった先生方のご許可を頂い,いて資料がホームページでも見れますのでぜひご参照しながら聞いて頂いければと思います。で長野県の場合は,やはり広いということでそしてそのファミリールームももちろん必要なんだけれども在宅のチームが必要だ。最後はやっぱりお家で過ごしたい っていう方々、大変多いいうことの、あの問題点、難しさを地理的な状況も含めて。教えていただきました。また。あの、訪問介護。 とかこういった重要性もありますし多職種連携が必要だということそれからあの、まあ、実務的な話にはなりますけれども子どもたちの車いすの移動をどうするんだっていう時に介護保険があの使えるとこういったとこもカバーできるんだけどそこについての,あの課題意識なども具体的にご提案いただいたのがあの長野県からのお話でありました。 また、あの同時に子ど供達をに寄り添うための学校の話とかも、あの非常に印象的でありました。そして、次にお話をいただいたのは、あの聖火医療センターの紅葉の家のハウスマネージャーの内田さんであります。で、あの1つの女の子の子の事例をですね。紹介していただきました。この方は医療的ケア児であります。で、人工呼吸器をつけてまあ、車椅子に寝ている。 ただし自分の意図はでですすね、ね。きちんんと伝えられるんです、ね、でそれで「自分は人工呼吸器をつけているから学校に行けませんと」とでも私にも学ぶ権利があるはずなので私にもその学ぶ権利を保障してくださいということで。 この女の女子はですね、まあ、なんと素晴らしいなと思いましたけれども生育セン医療センターの力もあってかなあとお母さんとお父さんの励ましもあってだと思います支えもあって東京都の教育委員長に要望書を提出しししてて、いるんんでです。す。学校にに行ってお友達と同じように勉強たたり遊んだり遊だ私を学校に行かせてください。ということで小学校5年の時2019年の8月にこの要望を出しました。 そして、2019年の9月9日都議会の答弁というものを頂い,いておりまして看護師を校内における人工呼吸器管理の実施者とする規定の改正を行い対象の児童一人一人の状況に応じて来年度から保護者の付き添いなく学校生活を送ることができるよう校内管理体制を整えてまいりますということで。 一人の当医療的ケア児の子は今2万人まで増えておりますのでこの2万人の子たちの学びの権利の保障というのも非常に重要な視点ですということであのお話をししていたただきましたそして最後はですね実はこの横浜はあの子どもホスピスっていうのを立ち上げる運動をしていまして本当に長くここにご尽力してくださった田川さんの話を聞いております。 でこの時にも浮き彫りになりますけれどもやはりあの子どもの病気、まあ、特になくなるような重症の病気の場合においては全国どこの,あの小児科の入院施設も見れるわけではなくてやっぱり大学病院などの基幹病院など、まあ、それ相応の機能がある病院で子どもたちが集約してくるんですね。ですから、 例えば九,大病院九州であれば九大病院には宮崎からの人も来るしということでその遠方から来たお父さんお母さんがす宿泊するための滞在施設こういったことの整備もしなきゃいけないというのもまた最後はですねやっぱりお食事とお風呂なんですね。 ですからここの,その子どもホスピスはもう夢のような空間になっていまして家族がみんなで一緒に入れる家族風呂があったりまたあのベッドルームとかもですね本当にお家にもじって作ってあるお家の環境にしてある。で世界の子どもホスピスの水準というものが4つあります。つは友として関わる もう一つは病院ででははなく家である。もう一つは地域に根ざした自発的な活動であるそしてもう一つは財源を寄付に頼った慈善活動であるっていうのが世界水準の子どもホスピスピとということであります。そこに照らし合わせてこの「海と空のおうち」横浜のこのプロジェクトにおいては自分たちの使命と展開ということを明確にしてくださっています。 そのミッションが素晴らしかったのでご紹介いたしますと私たちは生命を脅かす病気とともにある子どもや兄弟や家族が家庭的な環境の中で豊かな時間を過ごし喜びも悲しみも共に分かち合い支え続ける子どもホスピスの運営を目指し子どもホスピスと小児緩和ケアの普及活動と人材育成を実践しますというのをミッションとして掲げられています。でビジョンといたしましまては4つ。 1>, 1つ目は子どもや家族に寄り添います2つ目は子どもと家族に豊かな時間を提供します3つ目は地域とともに歩む開かれた施設を目指します4つ目は小児緩和ケアに取り組む支援施設をこれ全国に広げていただきますということでありました これはあの実に長い間のプロジェクトでありましてまさにこれから稼働ということで大変素晴らしいのは横浜市もですねこれの設置に関しての土地の提供ですとかあるいは人件費も含めて横浜市も財政的な支援をしているこれが本当に素晴らしいなと思いました。ただこここに関しましまてはこれからがいよいよよスタートなので、 手探りで今までもやってきたけれどもこれからもいろいろやっていく中で課題が新たに出てくると思うということでしたで、実はのこれあの私取り扱う前にですね役所の方々に来ていただいていわゆるレクチャーを受けてみましたやっぱりこれもかと思いましたけど結局担当がいないんですね 診療報酬の話であれば厚生労働省の保健局でありますし地域医療全体の計画の中の配置っていうことであればこれ異性局の地域医療計画課になりますしさっき申し上げた介護保険の仕組みが使えないかとこの老健局になりますしで学びの場はこの文科省。 であります。また障害の方もおられますので、そうするとまた社会援護局の別の部署ということで、この会議をたったするだけでも10人近い人が必要。10人近い部署が必要ということであります。ですから、この話はあのいろいろ今までの私が取り扱ってきたあの様々なシリアルもそうでありますし、難聴対策もそうでありますが、担当部署がないというまあ、1つの大きな課題がここにもあるんだ。な と思いました。まあ、前回ご紹介した D. B. S. もしっかり、やはり私たちは。あの、こども庁の創設をぜひ目指したい。また、こういう思いに駆られた、まあ、第7回のご紹介をさせていただきました。今日もご清聴ありがとうございました。